お待たせしました。
あの時は確実に楽しい時間帯がすごくあったんでね、まあいろいろこうねばならない的なこうものが頭の中にいっぱいある時っていうのはやっぱりそっちにとらわれてるんで、とらわれてるというか、まあそうしなきゃいけないっていうのがあるんで、なかなか楽しいみたいな気持ちになることはないんですけど、まあそこから先、そこを越えた先っていうのに来れた時はまあ楽しめる時がありますね。ここで発見したテクニックありましたよね。突然乗ってきたみたいな感じの一瞬があって、そこから一気になんか上がりましたよね。そうですね。割と差しになってますね。うん、ちっちゃいの書くかどうしようかと思ったんですけど、大きいのでもいいですね。そうですね、何も書かないで 2,3 年したらきっとなんかそういうのが出てくるんじゃないですかね。ちょっと大きめの、何でもいいんですけど大きめのものに人の顔を延々、その一枚を延々描くみたいな、そういうことをしたいですけどね。そういうやっぱり経験をしてるから、慣れてきた。慣れてきた。基本的にやっぱり絵描きは家庭を見られたくないんですよ。ああ、そうですね。慣れました。そうですね。群衆っていうか、キャラ、主要なキャラのその切ってるようなアクションみたいなものをその、まあ、空間というか次元は関係なくバラバラにこうコラージュ的にこう置いていこうかと思ってたんですけど、
現場で着替えました。武蔵の方はもう持って決まってた通りに描いたんですけど、こちらの方は現場であの壁を見て、あの辺の佇まいを見て、あんまちまちまやってもしょうがないなっていう、やっぱりせっかく壁なんでこうドンと行こうと思って。髪の毛とかでもこうビヤンとかっていうのがどの程度の感じで入るのがいいかなっていうのが見えてくるもんなんですけど、なかなか見えてこなくて、服のシワとかでもそうで、なんかあのどこにどんなシワが入るのかっていうのが、あのこうやってると、あこの辺に入るっていうのはだんだん見えてくるんですけど、見えなかったんですね、ずっと。草とかもそうで、どの辺に入るのがいいなっていうのがなんか見えなくて、そうなんか乗ってない感じだったんですよね。やっぱりあんだけの大きさだと近くでずっと見てると、どっちかの手がすごい長かったりとか、なんか結構アンバランスな体になりがちなので、全体を何度も見て、結構探り探りだったかもしれないですね、小次郎の方は。あとあの武蔵の方は顔なんで、まあでかい顔だっていうのもあるし、割と勢いで描けるんですけど、小次郎の方は全身なので全身だと体のバランスとかをあの大きさでこうちゃんとした体に描くっていうのは、結構何度も離れてみたりとかしないとなかなかバランスが取りにくいんで、そういうことで時間かかったのもあると思います。あれはね、あの思いついたんで、あの武蔵がいて、なんかこの武蔵は何を見てるんだろうっていうようなのを誰かが言ったか思いついたかなんかで、それでちょうど対面のとこにあの、まあ、エスカレーターの上なんですけど、こういう斜めの、あ斜めじゃない縦か、壁があって、そこを空にしたらいいなと思って、それであんまり細かい絵は描きたくないんで、鳥をちょっと飛ばしただけなんですけど、一回登る勇気が出ない怖いっすよあれ、しかも下エスカレーターですからね、痛いですよ落ちたらあれは。
思いつくわ。あれより上は無理だわ。タラスに見えます。ダヴィンチは置いてない。とにかくそのカクテルパーティー的なものが予定されてて、それ出なきゃいけないのかなと思って延々草をこうピャッピャッピャッっていうのもういいだろうっていうぐらいピャッ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 ってやってて、小次郎の下の草をだんだんなくなり、これ以上描くとドツボにはまるなっていうあたりでやめて、この着物の柄を加えたりとかしてこう。まあ柄は描こうとは思ってたんですけど、
野の漫画展のことで言えば、これは漫画なんで、あの漫画からの必然で出てきたものですね、こっちは。しかもそれはバガボンドだから出てきたことなんですよね。スラムダンクであってもリアルであっても絶対上野美術館でやろうとは思わないんですけど、バガボンドだから あそこちょっと貸してっていう気持ちになるっていうか、漫画言語というか漫画的なその表現上の言語みたいなものを、まあ、記号ですね、記号みたいな。